재미있게 설명은 해주셨지만 아마 굉장히 강하신 분인 것 같아요. 전 작가님께서 하신 말씀 중에 하나가 뭐냐면, 이 독자들에게 전하고 싶은 나의 궁극적인 메시지는 마음의 달이다. 뭐 이렇게 너무나 공감이 되는 말이긴 한데, 그래도 조금 더 구체적으로 어떤 것을 의미하시는지. 結局、例えばですけど、刑務所とかに入ってるたり、刑務所に入ったり、何らかの形で捕虜になったり、そのような状況になった時に、唯一人間が最後まで持てるものは心の自由だと思うんですね。心の自由がない毎日というのは、つまり生きていると言えないというところまで私は思っていて、例えば心を殺して何とか毎日を暮らしている人がいるとしたら、ほんの一瞬でもその風、自由の風の香りを伝えられたらなというのが、やっぱり私が書いている一番何たる重要なことだと思います、テーマだと思います。1회에 게스트로 오셨던 탈벤 샤하르, 연결되는. 행복학하고 완전히 붙어있는 철학이잖아요, 그렇죠, 이거는. 그렇죠, 그렇죠. 작가님이 갖고 계신 그 영혼의 굳건함은 타고나신 건지 아니면 어떤 경험을 통해서 점점 더 발전시키신 건지. 완전히 발전시켜서 感じですね. 요술이니 それこそ7歳の時から社会に適応できてないから ものすごくたくさん苦痛を感じることが多かったから、 そこから逃げるのではなく、 自分の中の強さを育てる、自由を求める心を育てるということが、私にとってやっぱり生存に関わる問題だったので、そこは真剣に取り組んだと思います。多分スポーツだったらオリンピック出れるぐらいの。작가님께서 이야기하는 마음의 자유를 얻는 좀 구체적인 방법, 이런 것들은 어떤 것이 있을까요? 退屈な授業は寝るとか、そういった感じですかね。왠지 이런 답변일 것 같았는데. 날씨 좋은 날은 휴강한다. 휴강하고 싶은 마음입니다. 저는 교수로 갑자기 있지만. 결론은 지루한 수업은 지금은 잔다. 지루한 싫으면 수업은 나가자. 잔다. 그냥 나간다. 근데 갑자기 훅 다가오면서 네, 일상적인. 이런 조그만 촌철살인들이 너무 좋네요. 네, 그쵸. 무겁고 심각하지 않고 뭔가 이게 딱 깨트려주는. 작가님, 너무 아쉽지만 이제 마지막 질문을 드릴 시간이 왔습니다. 저 정말 팬으로서 궁금해요. 앞으로 작품 활동 저도. 계획 궁금합니다. 私はもっと小さい日常のこと、日常の中での発見、あとそれから自然環境、空とか風とか光とか、そういったもの、水とか、そういうもので人間が変わる瞬間を小さく小さく書いていきたい。ねえ。文字を読むって結構大変なことだし、全くこう読書クラブとか読書が好きな人たちの中の小さな楽しみになってしまう可能性が高いんですけれども、私はできれば今まであんまり本を読んだことがない人に本を読んでほしかったんですね。というのは、私は小さい頃から本を読んで本に救われてきたけれども、その本全体が何か私を今も支えてくれてる気がします。だから難しい言い回しを使わないで、話し言葉で、だから大きいことはもう他の人たちに任せて、自分はそのジャンルを一生懸命やっていきたいなと思ってます。